と家屋に関わる固定資産税の誤付加、それから市道民税、それから国民健康保険料の還付加算金の支払い漏れがあったということにつきましては、大変申し訳なく思っている次第でございます。法令に基づき事務を行わなければならない職員がその法令と異なる処理を行っており、前回も申し上げましたんでありますが、いろいろと注意を払い、また勉強し、わからないことは調べるという、こういう基本的なことができていないと、こういうことで改めて思っているところであります。これからも同じことを繰り返さないために、職場の風通しを良くすることが必要であるということですし、私もいつもこれについては職員にもお話をしているわけであります。形式的なそういう会議、ミーティングではなくてですね、やはりきちっとした職員相互、上司、部下、あるいは同僚、そういった中のコミュニケーションが必要であると、そうしなければ、なかなか言えること、あるいは言わなければいけないこと、こういったこともその職場の中では出ないということ、できないということですので、それがやはりそのコミュニケーション不足が、この事務の阻害にもつながっていくと、こういうことでありますので、業務上必要な情報交換、こういったことを活発化するには、やはりその職場内の風通しを良くしなければいけない、こういうことは常に申し上げているところであります。今回の問題の公表についてでありますけれども、家屋の実態調査や5年分の税額の再計算などを行うということで、全体像が把握できてから公表したいと、こういうようなことでおりまして、それに時間をかかったために昨日の公表ということになったことをご理解いただきたいというふうに思っております。市道民税等のですね、還付加算金の件も、これも同様に法令の規定をしっかり理解しておれば防げたものというふうに思っております。職員一人一人が法令の規定の理解を深めるというのはもちろんでありますけれども、組織で共通の認識、共通の理解、こういったものがにしなければやはりいけないだろうと、このように思っているところであります。何かこのような問題が発覚したときには再び起こさないように職員に徹底すると、私、お詫びをしておるところでありますけれども、今回のように繰り返されるということになってくると、市長としての指導力、こういったことにも非常にないと、指導力がないと、こういうことだろうというふうに思いますので、私も深く反省をしておるところであります。行政の仕事というのは、やはり頻繁に制度が変わるわけですね。税務行政だけではなくて、福祉だとか、いろんな中で制度が変わりますので、そういったことが変わるんだということを前提に、やはり情報を収集し、それを理解する姿勢ということが大事だろうと、このように思っております。そしてそういう姿勢をさらにですね、持ち続けるというか、深めるといいますか、そういったふうに続けていきたいというふうに思っております。今回の件では、還付すべきものは速やかに、納税者にお返ししたいというふうに思っておりますし、また反対に新たな負担をいただく方もあるわけでございます。税の公平性の観点から新たに負担をしていただく方には、私どもの方から丁寧な説明をしながらご理解をいただくように努めてまいりたいと、このように思っているところでありますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。昨日の件につきましては、以上私のコメントとしてお話をさせていただきました。それからいいですかね。